で絶対レイド。あ、怖い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 、待て。皆さんこんにちは、ダイタラです。ポケットモンスターシールド。今日はね、ちょっと私、オーロラベールにイラつきすぎて。オーロラベール絶対潰すポケモン、オーロンゲくんにしました。ね、詰まるところ、瓦割りですね。はい。ここのね、ソウルクラッシュ、両壁貼って、あと1個、技が電磁波とかね、バカ力とか、イカ様とか、ね、いろんな技がここに入ってくるわけなんですけど、ここに瓦割りを入れてね、巨大ラプラスの、なんだろう、ダイマックスを枯らしつつ、ね、壁割るっていう、悪いことしたいと思います。ちなみにね、ラプラス探してたらマスターボール級になりました。4桁です。さて、ついにラプラス登場ですね。10戦ぐらいやりましたね。なかなかラプラス出てこなかった。じゃあ、オーロンゲ君、カビゴン、ね、ドラパラトでいきましょう。さあ、ラプラス出してくるかが結構鍵なんですけどね。出してこなかったら結構やばいかもしれない。だよね。割とやばいかもしれない、マジ出してこなかったら。まあ、そうした場合は普通に壁張りカビゴンでね、頑張っていこう。ラプラス来たよ、ラプラス来たよ、みんな、俺は嬉しいよ。さあ、オーロンゲーね、ミュウツーレイドからランクマッチまで、何から何まで無限に出番がある。男の子だ、よかった。行きましょう、とりあえず壁張りましょう。さあ、壁張りよし。まずはね、最初ね、向こうダイマックスしてこないね。絶対レイドはやめなさーい。ちょっと待て。いきなり絶対レイド、やる気意識が高いですね。やる気意識が高すぎて俺はちょっとビビってしまった今。待て。これはやられてしまう。で、ソウルクラッシュしても瓦割り見せられないまだ。ね、絶対レイド。あ、怖い、待て。怖い、やめろ、マジやめろ。お前マジやめろ、ええ加減にせ。意外と殴ろう。怖い。ちょっと待って。おかしいだろ。なあ、絶対レイドラプラスってなんだよ。あれしろよ。絶対レイド。あった。よし。3連続外しはめっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しい。ありがとう。よし。いいぞ。これはきちいな。さあ、特攻ガンガンダウンさせたとこで、最後、瓦割りしましょう。瓦割りもこれで倒そう。絶対レイド。あっと、全外しですね、これ。全外し。ありがとうございます。さあ、とりあえず撃破。瓦割りでね、本当はやりたかったんですけど、まあでもラプラス突破です。たまにやっぱ巨大マックスしてこない型とかこういうのもあるっぽいですね。怖いな。さあ、ロトムくん。さあ、ロトムくんも問題ないでしょう。ここは光の壁がまだ残ってるので、ね、リフレクター貼る必要もないので、ソウルクラッシュで向こうの特攻ダウンさせていきましょう。悪巧み。おっと、ダウンしてくんじゃないの君。困るんだけど、そういうの困るんだけど、とりあえずソウルクラッシュね、上がりすぎないぐらいに。でもダメージ結構通るからね、ソウルクラッシュも。これでね、ガンガン殴っていこうか。さあ、ダイマックスは誰が切ってくるのか。3匹目でしょうか。さて、これで今3段階アップ、ソウルクラッシュ当てて2段階アップみたいなとこですね。これで2段階アップだけど、光の壁があるからそんな食らわないと思う。ただこれでダイマックスされたらちょっとだるいかなって感じね。あと何ターンかかかっちゃうの、倒すのに。さあ、何してくるか。おっと、さあ、ダイマックスはしてこない。さあ、限界ギリギリまで悪だくみして特攻を上げまくってきてますね、これは。 OK。 さあ、あと一発で落とせるとこなんですけど、光の壁はまだあと一旦残ってるよね。オッケー。よし。さあ、これで落としますが、多分ダイマックス来てくるでしょう。やめてくれ、ダイマックス。さあ、眠る。うおーおおマジでか。眠るね。眠るロトム、マジで言ってんかお前。完全起点にされたんだけど。さあ、ソウルクラッシュ。ぐはー、マジでか。これダイマックス切ってくるでしょ。さあ、光の壁なくなったので、ここは光の壁張るしかないので、向こうはね、ダイマックスせずここも積んでくるのか。やめろって、それ積むのマジでどうしよう。ちょっと待って、後続誰がいる。え、ドラパルトいたっけ。ドラパルト
ドラパルト君、ドラパルト君いるね。ドラパルト君10万ボルトしても意味ないな。何がある？何がある？ちょっと待って、まずいまずいまずい。抜群取れる技がない。抜群取れる技がない。これ普通にやばいんだってマジで。ちょ、ソウルクラッシュしとこうとりあえず。命ある限りソウルクラッシュしよう、もうこうなったら。だよね。さあもうダイマックス。ひたすら特攻上げまくり。ね、やってきました。最強ロトム。あ、待ってくれ。まずいって。まずいって。ああ、これ俺、イージーゲームだわ、みたいな感じで、ちょっと完全にね、勝った感じのね、心持ちだったんですけど。マジか、ちょっと待って待って。眠る？え？さあ、大ストリームで雨降らす。うおー一発耐えてくれてありがとう。よかったよ、ほんと。さあ、とりあえず、ソウルクラッシュ。極限まで。極限まで仕事しましょう。さあ特攻ダウンです。最後にじゃあリフレクター貼っとこうかな。ここで一応保険でね、もう仕事ないので。よし、さあリフレクター、へい、壁張りで最後の壁張り。まあ十分仕事したんちゃう、知らんけど。グエ、さあ第3打、電気のタイプの威力を上げていく。これはやばいぞマジで。特攻が上がりすぎてる、特攻が上がりすぎてて、ヤワタン。これね、カビゴンで大ウォールして10万ボルトで落とすっていう道もあるんですけど、ちっちゃくなってからね。いやでもそれしかないよな、もう。入れ替えるカビゴン。それしか多分ないと思う、勝ち筋。ちっちゃくなってくんないとまず始まんないもんね、この子が。とりあえず大ウォールしましょう。いや本当はね、眠るとかしてから巨大再生とかしたかったんですけど、それもどうもな、必要ないからね、今多分大、もうハイドロポンプとか多分ボルトチェンジ10万ボルトとかですか。10万ボルトあるのかな。ある、あるよな。うん、考えると無理だよな。あと1個なんだろう、技ロッシュロトム、わかんねえ。ベイトビーム、よし。さあ攻撃から身を守ってロトム君。ドラム式洗濯機やからな君は。さあ巨大再生当てましょう。耐えるかな一発は。少しでも減らしときたいよね。さあハイドロポンプ、あ全然耐える、よかったよかった。カビゴン最高、勝てえわカビゴン、よかった。さあドラパルト最後残ってんのはマジででかい。これかロトム落とせるわ。俺負けるかなと思ったんだけど、よかったよかった。さあラスト1匹なんだろう。変えてくるポケモン、もしかして。いやビビったよ。眠る、まだ眠るのか。そうか、もうここで眠ってねえ、ね、眠ってそうだよね。それが確かに賢いわ。カゴの実はないとしても、カゴの実なんたらの実がないとしても、こう眠っておくのがクソアドだわそれ。さあ雨は上がってしまった。でも電気で眠れないじゃないの。え、ね、あ冬か。そうか、ポケモンって奥が深いねみんな。さあこれはね、落としきらないとぶっちゃけ負けると思うんだよね。なんとかしなきゃ。あと2ターン起きんなよ眠ってる、よしよしよし、生き延びた、息はつながった。これで落としきらなきゃね、2ターンで。とりあえず一発、まず一発は落としきれるかこれ。さあ電気は消えた、これで僕も眠れるわけなんですけど、ぬるしかかっときましょう。落とせ落とせ落とせ、えおっとせ、えオッケー、よし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 。さあ、のすかかり、のすかかり、落とす、よし。まだある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 、勝てるぞ。さあ光の壁はなくなった。そっか、壁があったんだ俺たちのチームには。忘れてたわ。いい仕事するぜ。さあ最後ドリューズくん、型破りでござる。まあタスキだった場合はタスキ潰せたら美味しいかなって感じなので、とりあえずのしかかって麻痺させていきましょう。角ドリルを当ててくる。ちょっと待ってよ待ってよ、絶対レードそんな外すからってそこで持ってくんのやめなよ。さてドラちゃんいきましょうか。ドラちゃん角ドリルは当たりませんので、一撃で落とせたらいいんですけど、岩石封じからの攻撃されたら負けです。タスキを持っていてね、それがないことに祈りましょう。火炎放射で火傷してね、落とせたら最高なんですけど火炎放射でタスキで火傷しろ火傷しろ火傷しない、地震耐えない耐えないですか耐えないですか耐えないです、耐えますよね。よし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 、よかった
リフレクター最高やな。ありがとうございました。というわけで対戦勝ちまんじだよね。よーし。いや絶対レード3外しあれですね。あとロトムがめっちゃ怖かった。お、やっとラプラス来たね。さあラプラス出してくるかな。ガオガエンとかもいて、ルカリオ、なんか何でもできるポケモン、二足歩行ポケモンが多いですね。ではオーロンゲ、カビゴン、ドリューズでいきましょう。うっしゃー、よろしくお願いします。 あの出てくるかな巨大ラプラス。出てくるんだったら1匹目なんですよね、最初にね、オーロラベール貼るために。出てこなかったらなかなかきつい戦いになりそうですね。さあ、キリキザンの嫌なところはね、瓦割りしてくるんですよ。本当に本当にこの子は瓦割りしてくるんだよね。でも向こうも瓦割りというか4倍だよね、格闘。先に打ってやろうか、これ。まあ向こうも瓦割りしてくんだろう、最初。ほら、どれ、4倍ダメージ。よし、いいダメージ入った。あ、いいかな、向こう。あ、つるまい。よし、これめちゃくちゃ美味しいよね。向こう不意打ちしてくる可能性次あるんですけど、ね、気にせずこのまま変わっていきましょう。かわら割りはいいぞ。かわら割りは割れるからなし、いると思われて。さて、やっぱだとどめっぺの不意打ちあんま効きません。うん、オッケー。さあとどめいきましょう。かわら割り、さあまずはキリキザン撃破。いや覚えててよかった、かわら割り。本当にね、向こうのオーロラベールともあろうと何でもね、ぶっ壊すからね。ポケモンも叩き潰すから。ラプラス出してくるか。ラプラスありがとう。巨大ラプラスなってくんねえかな。さあ光の壁しときましょう。ここはおなってくれるんですね。ごちそうさまです。ただね、不意打ち一発食らってるから耐えられるかどうかってとこなんですけど、まあ、光の壁張ったらね、わりかし耐えてくれると思います。ただね、1個ね問題点があって、巨大ラプラスってだいたい弱点保険持ってるので、あの瓦割りすると結構大変なことになるんですよ。結構大変なことになっちゃうので、能力めっちゃ上がっちゃうので、瓦割りするタイミングはマジで気をつけなきゃいけないです。そんな気がする。さあ巨大旋律、よし、耐えられるね、これだったら。さあ旋律によってベールが張られた。でここでソウルクラッシュにしましょうか。次の攻撃はいけるかな。瓦割り先した方がいいかな。怖い。ソウルクラッシュを信じよう。ソウルクラッシュで特攻ダウンを信じよう。ソウルクラッシュ、さあ特攻これで1段階ダウンです。で巨大旋律は、ちょっと待って、これまずいかな、大丈夫かな。へい、ギリ、もう1回ソウルクラッシュしたらいけるかもしれないね。ソウルクラッシュもう1回しましょう。でさ、向こうが切れたターンにね、瓦割りをかましましょう。ただね、氷の粒手を覚えてた場合、ちょっとやばいかも。ちょっとやばいかも。いや、なんで急所、おい、俺の活躍の場がオーロンゲ。まあでも、特攻に段階ダウンしてたらもうぶっちゃけ、ねえ、カモみたいなもんですよ。本当か知らんけど。カモみたいなもんだよ、もう。巨大ラプラス。ほんま。さあこちらも一応光の壁というは光の壁張ってるのでリフレクターないけど、向こう絶対レードしてくるかな。オーロラベル2個残ってます。絶対レードがすごく怖いんだけども、一回呪い積みましょう。フリーズドライ、絶対じゃない方ね。さあ全然効かだって今ダメージいくつねえ、何そのダメージ量みたいなとこあったよな。さあ素早さと攻撃防御、すみません、ダウンで攻撃防御アップ。ねえ、ね、6しか聞いてない。6やばくないっすか。絶対次絶対レードでしょ。絶対レード、めっちゃ怖いんやけど。出た、絶対レード。まあ当たらないっすけどね。俺のカビゴンね、意識高いから全部避けます。まあでもね、ちょっと今回はね少し失敗したんですけど、なんだろう、巨大ラプラス対策にオーロンゲは本当に僕はおすすめですので、よろしくお願いします。さあ、これで向こうがね、絶対レードをぶっ破してくるので、ダイスチルひたすらしましょう、ここは。
ダイマックスポケモンに対して一撃必殺技は無効です。無効はね、巨大ラプラスっていう選択肢を使うと大体ね、もうダイマックスポケモン使い切っちゃうので、ちゃんとね、巨大ラプラス対策しとくと本当にね、楽に勝てますので、覚えとくといいかも。いや、マジ、でも ラプラスの数めっちゃ減ってるからそこだけ注意ね、ほんと。うわっ、歌方のアリア。うわ、向こうちゃんと意識が高い、分かってる。さて、ダイスチル特攻2段階ダウンしてるからね、向こうは。オッケー、光の壁がまだ残ってる間にね、これで防御上げまくっておきましょう。光の壁あと2ターン残ってるね。じゃあもう一回ダイスチルで防御力上げていこうか。さあ、歌方のアリア、よし。さあ、これで落とす。ね、防御力こちらは3段階アップ中です。これで3段階アップ。で、光の壁が一旦残ってるので、これはどんなポケモン来てもね、勝てんじゃねえかな。いや、オーロンゲいい仕事したよ、やっぱ。出た、最後は、ガオ、ガエン。うわー、でも DD ラリアット能力変化に関係なく攻撃できるだけ。あれがあるのがちょっと嫌だなっていう感じ。DD ラリアット、ダイダララリアット。行ってこい。巨大再生どれぐらい効くかな、ダメージが。うわ、捨てゼリフ。ポケモンいないのに捨てゼリフってできんの後ろいないのに後ろいないのに捨てゼリフって強くない？下がることなくね、相手の能力をダウンさせるって技でしょ、詰まるところ。ヒュー、オッケー。まあまあまあいいでしょう。ディリラリアット以外の技はね、そこそこあれなので、さあ残ってるポケモンドリューズなのでね、タスキなのでね、ほぼほぼ勝ち確でしょう。ここはひたすらのしかかりしましょう。さあ出た、 DD ラリアット、ダイダララリアットです。かっこいいこれね。ザンギエフだよな、全然効かねえ全然効かねえ、笑ってまう。よし、あ、さあ麻痺が入りましたね、美味しい。うラム飲みかなこれは。あ、違う、お盆かな。さあ、お盆のみで体力回復。のしかかり追加効果がね、相手を麻痺にするがあるので、めちゃんこ強いですね。さあ、まだ、麻痺しても向こうの方が早い。そうか。こっちあれじゃな。呪いしてた、呪い。ぐえ。さあ、のしかかり。へい。さあ、ここは、もう、これで終わりだよね。眠るしたら、ナメプみたいになっちゃうので、このまま終わらせましょう。ディディラリアット。かっこいいな、ガオガエン、やっぱ。これも育てなきゃな、もう。ガオガエンくん。ガードでとどめです。よし、対戦ありがとうございました。いや、いい仕事したよ。よかった。よかった。オーロラベール対策なんですよね、一応。ガオガエンじゃねえわ。この子は。はい、というわけでこれで終わりにしましょうか。なんかね、ちょっと うまいこと言ってる対策って感じの動画じゃなかったんですけど、最近ほんとラプラスが多いです。で、ラプラスに対抗するのはやっぱね、オーロンゲかなりいいと思います。最近流行ってるのがね、オーロンゲで、このさっきも言ったけど、この瓦割り、光の壁でダイマックスターンを稼ぐ。もしくはこのモスの、ね、モスのまだ覚えてないんですけど、霧払いだったっけ、なんかそんな技があって、霧払いだったかな、壁を全部消すって技があるんですよ。で、モスノーとか。あとは、ヒヒダルマにね、こだわり鉢巻き巻いて、バカ力とか。ね、そのあたりが最近、ちらほら流行ってるっぽいですね。さあ、初日でね、ほぼほぼもう対策しきられてしまったというか、もうみんなが対策しまくって、ツイッターで調べたらもう、巨大ラプラス対策どうしたらいいのみたいな感じで、みんな悩んでたから、俺もね、めっちゃ悩んだ結果、やっぱ、オーロンゲが俺は一番いいのかなと思いました。はい、ということで、これで終わりたいと思います。ちょっとやっぱ、瓦割り打つタイミングだけはね、ちょっとやっぱ、もう少しも僕も練習しておこうと思います。ね、でも自分もね、今度ね、ラプラス作っておこうと思いますので、また動画見てください。それではチャンネル登録してない方はチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おつぱよ。